ついに大乱闘スマッシュブラザーズ4ニンテンドー 3DS やる時が来たぜもうめちゃめちゃ楽しみにしてたんだよね。どうもキヨです。今回からスマブラをやっていくわ。いやーもうやっと届いた。いつ届くんだ、いつ届くんだと思ったらやっと届いたわ。ちなみに俺64のスマブラは相当やり込んで、もう相当のサンダードラゴン並みにやり込んで、まあ、めっちゃ強いと自負してるんだけど、デラックスと X はね一切やってないんだよね。で久々のスマブラともうやり込みます。このスマブラやり込むわ。ちょっと待って、俺ね何もここ見てないから、てかもう今開いて今やって今初めてなんだよね。やばい、このまま喋り続けると息がもたなくなるぐらい嬉しい。ちょ、ダイラント見ていい？ダイラント見ていい？一人でダイラント、やばい、ちょっとマジでやばい。俺ね、なんかさ、このキャラ参戦みたいな映像とかも一切ね前情報なしで楽しみにしてたんだよね。だからもう何こいつら、うわ何これ、カービィいるじゃん。今回から初参戦かくだらないボケが入れたくなる。うわやばいやばいやばい。俺ちなみにね、64の時はピカチュウ、カービィ、ネスいないんだぐらいの3体を使って、あとねヨッシー使いだったんだよね。いや、めっちゃいる。俺ここら辺使ったことないやつばっかりだ。全然わかんねえ。何この美人なお姉さん。ゼロスイートサムス。ゼロスーツだな、これ。スーツサムスだ。わ、俺今はじゃん。何これ。待って待って。一応体験版は、この、ボク君と、ロックマン、ピカチュウとか一応全部使ったんだけど、見て、なんかさ、他のキャラ使えなかったから、もう あえて見ないようにしたんだよね。リフレット？何これピグレットみたいな感じ？もういいや！ちょ待って、これじゃない。俺はやりたいのは、みんなで大乱闘でもなく、これ一人モードどこにあんの？フィールドスマッシュ。いろんな遊びって何？あ、あった！一人で！うわ、マスターハンドじゃん！やばい、ちょっと待って、これやって、あ、待って、オプション見ていい？これちょっと変えれないのかな、あれ。あ、来た！ごめんな、総理、ごめんな、総理。マジでごめんな、総理。俺ね、これをシールドと掴みの位置ちょっと変えていい？あ、これでいい、これでいい、これでいい。できれば掴みとシールド同じところに置きたいぐらいなんだけど、ちょっとごめんね。保存して終了。はい、オッケー。ちょっとなんか掴みね、 R の位置になきゃね違和感があるんだよね。いきます、一人でいきます、一人でもうやります。シンプル？オールスター？シンプルだよね、きっと。いつもの一人のやつはシンプルだよね。デラックス X やってなくてもなんか意外とできる気がするんだよね、これ。誰で行こっかな、どうしよっかな。正直、ピカチュウは、なんかあんまりなんか火力がない気がしちゃって。カービィ、見て、本当に誰も使ってないからね。本当今届いたばっかりなのさ。誰にしよっかな。せっかくなら、なんか新キャラで行きたいところもあるんだけど、カービィで行きたいな。でもなぁ、なんかな、別のキャラがランダムで行く、あえてランダム全然わかんない状態とかで行く。フォックスでもいいな。いや、ファルコンいいな。あ、もうダメだ、全部使いたくなってくる。そうだな、せっかく最初俺カービィ使い、ま、ファルコンで行こうかな。ファルコンで、いや待って、いや、ここは面白さを求めてランダムで行こう。はい、見えない、いいよ、これ見えない感じ、いいよ。全く使ったことないキャラいきなり来ても全然いいよ。誰になるのこれ、誰か分かんないんだ本当に。何これ、本気度、え、やばゴールド全然俺持ってないの。ゴールド俺ゴどおえ俺何ゴールド持ってんだ全然分かんねえ。ああそういうことね、了解了解。じゃあ待ってこの普通でいくか。とりあえず普通でいくか。これなんか普通だよね。ゼロのゼロだし。いきます。標準。誰使うんだろう。俺結局誰使いになってんだろう。リザードは？やばい。いきなりのリザード。これ何？これ何？これ何？これ左。あ、左！どう？これなんか選べたの今。何こいつ。いいの？燃やしちゃう。ソニック！報酬って何？報酬って。何報酬？設定。岩の破片はそれぞれランダムに飛び散る。密着したいであることで、ちょ、待って。わかんないわかんない。操作わかんない。はい。なるほど。スマッシュは？はいはいはい、オッケー。飛ぶな！
飛ぶな、だいぶ。で、下へは、あ、これね、オッケー。これ、メテオあんの？これ、メテオあんのかな？ビームソードか。ウェーウェーウェー、あ、待って。一応、操作確認。この剣を持ってる場合じゃねえな。いらない。で、下へ、下へが使えそうだな。ちょっと待って。上、上は？あー、こんな感じ。早っ！敵、敵弱っ！もうちょっとなんか、敵強くすればよかった。あ、でもいい、いい。一応ね、全然知らないキャラでこうやって覚えておくのいいかもしんないね。獲得ゴールド。スーツなんだろう、これ。ごめん、あのさ、パート2上げるとき俺めちゃめちゃ強くなってるかもしれないわ。これどうやってなんか設定すんの？左？左？真ん中？え？これどうやってやってんだろう？下画面見ればいいのかな？うわ！ 2 対 1！ 来た！ビーカー、ビーカーのカービィのビーカー来たじゃん！うわ、ファルコン対マルス、マルスって何のキャラだこれ？ファイアーエムブレムか？カービィいいな、カービィ。正直ちょっと今カービィ使いたくなってる自分がいる。その自分を抑えたいんだけど、カービィ使いてー！カービィ使いてー！うわ、何ここ！落ちちゃ、落ちちゃダメなところ？オッケー、上行って、上行って、下へは？はい、こんな感じね。了解。こんな感じか。あ、ファイヤーも出せんじゃん。いいねー。いいよ。ここで一応待機しとこう。あ、来た。あ、ファルコンあの技あるんだ。いいじゃん。もう早いんだって。すんごい早いんだって、このゲームなんか。展開が。声枯れてきちゃった。ちょっと楽しすぎ。いいな。でも結構使い切っ、俺リザードン使いになれんじゃね、正直。あのなんかリザードン優しくしてくれそう。ブーバーの時の地球投げに、ね、なったやったリザードン。あの優しくなった時のリザードンみたい。これどうやって選ぶの？あ、これで選べんだ。コイン欲しいから、あ、こっち行こう。右だ。行け行け。はい、せこい。3対1はせこい。仲間こ、仲間来ねえじゃん。あ、ルフレって読むんだ、あれ。リフレットじゃねえじゃん。あ、やべ。報酬なんもない。なんかやる気下がる。だいぶ、あ、待って、突進中にファイヤーや障害物にぶつかると爆発する。突進がいいねえ。これか。あ、なるほどね。じゃあ俺ファイヤー吐いてればいいんだね、ずっと。はい、なんだなんだこれ、でかくなったぞ。ウェーヘー、強っ。で、防御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 、回復。これ回復か、わかんない。回復したのかもわかんない。で、あー、結構火力が高い気がすんな。なんだこいつ、なんだこいつ、誰これ。いいじゃん、もうちょっとなんかしてけよバカ。あ、いい、いい、あいついい、結局頑張ってくれてる。で、いいね、なんかもう、え、もう、もうさ、俺じゃなく君主人公みたいな感じやめてくれません？しかもあなた誰？あなた誰？もう、戦闘中にリザードンじゃなくそっちを見ちゃうわ。なにこれ？ハイパワー手袋スーパース、あ、これ手に入れたアイテムね。なるほど。了解了解。で、次は？あ、でもあと2個でマスターハンドか。どうすっかな？真ん中行きてえな。せっかくやから。お、めっちゃゲットしてる、めっちゃゲットしてる。あ、来た！ゼロスーツサムスだっけ？かわいい、この美人の姉ちゃんマジかわいいんだけど。ここ来たー。ちょうどコイン10枚。ちょっとなんかあんま女の子に、あんま女の子にちょっとね、やるの。ごめんね。あ、ここなんか64の場所に似てる。はい、倒して。いいね。いいね。下やって、これメテオある？あ、待って、ウェビーがどんな感じなんだろう。あ、ウェビーはなんかこれ何なのこの技。あー。土星さん頼む、土星さんナイス、うわー、ナイス土星さん。これメテオっぽいよな、でもなんかちょっと。相手メタルになってる。なんだこれ、なんか来たぞ、行け行け、変なの、行け行け、ブレインコントロール行け、ブレインコントロール行け、ブレインコントロール行け、人造人間最高召喚行け、ブレインコントロール行け。なんか落ちちゃった、あいつ。ブレインコントロール何だったんだ、あれ。完全にブレインコントロール何だったんだ。で、ちなみにもう次もしかしてだけどさ、もう最後じゃね、次最後じゃね。あ、まだあと1回ある、あと1回ある。どっち行く、どっち行く。右だな。あ、待って、リザードン赤だから赤だな。何こいつら、なんだこいつら、誰、謎のミー軍団、誰だよ。でしゃばってくんだよ、ミー。これなんだよ。爆薬箱、他の攻撃が当たると即爆発し、あ、了解了解。いいねいいねいいね、そういうこと、こういう感じのことやりたかったんだよ俺。いいね、いった、
あ、でも爆発してねえ、俺。これ上、うわうわうわ、めっちゃ壊れてる。下、なんかさ、弱系が好きなんだよね、俺。上行って、横スマ、あー、わかんないな、アイテムはいらない。あ、でもこれ緑コーラ強いんだよな。なんか早くない展開。これあれだからなのかな、その普通だからなのかな。俺多分ね、ちょっと本気ぐらいだったらいける気がするんだよね。リセットさん、何これ。あ、来た。もう早速マスターハンドだよ。早っ。ラストじゃん。え、これラストだよね。来たー。うわ、久しぶり。なんかお前リアルになったな、マスターハンド。リアルになったな。はい、行こうぜ。フェリア闘技場一定時間、あ、なんかもうなんか勝てる気がするよ。さすがに勝てる気がすんな。俺何機あるかもわかんない。ちなみにこれ俺何機あんだろう。あ、なるほど、了解。いつも通りの感じね。そっか、カービィ使ってるとさ、あ、ラッキー。はいはい。なんだこの技、なんだこれ。あ、分かった。今刺した、上に乗ってく感じね。はい。ごめん、ガチでやっちゃってるよ、俺。なんだ今の。あー、はい。マスターハンド最初でもう攻略する俺、早い。ガードだわ。そうだな、なんかね、R でガードを押そうとしちゃうな。でも R で投げ、もうなんかここ癖になっちゃってんな。あ、ちょっとなんか、これもっといっぱい練習しよう。いっぱい練習して頑張ろう。やべえ、俺今日18時に動画投稿するって言ったのに、18時になっちゃった。これどうなってんだろう。どうなんの？イエーイ！これリザードン使いじゃなくて、俺リザードンになったんだよね。かっけえじゃん。流れ橋。あ、お金。いいね。こっからどうなんだろう。エンディングなんだよね、多分。お、あ、使える。あ、すげえ。あ、なんだ俺、後ろにいんのか。そっか、まだ出してなかった技とかあるもんな、きっと。これ、メテオなのかな。まあ、ここら辺をうまくやっていきたいな。すごいね、これ、なんか、これさ、多分あれだよね。スタッフロールだよね。スタッフロールって、なんか俺、とことん切っちゃってるけど、ごめんなさい。ちゃんと名前も読む間もなく切っちゃってるけど、本当にごめんなさい。こうか。あと、なんか、このさ、弱上 A の技好きなんだよね、俺、結構。結構なんかちょっとさ、最初の方だけコンボできる。もうできなくなってんのかな。 X デラックスとかさ、どうなってんだろう。リザードンって前作いたのっていうか、いないよね多分。あ、この攻撃もいいな。てか後ろブラックリザードンじゃん、かっけえな。これで下火はなんだ。岩砕きか、もしかして。そうか、岩砕きか。これで、これは炎、火炎放射でしょ。これ何なんだろう。下へ何なんだろう。何なんだろう。あ、わかった、下へ。わかった、これ。蹴りだ。もう何も浮かばなく、とりあえず蹴りにするわ。ジャンプ中の、何これ。え、ちょっと待って。なんだこれ。ファルコンキックか、もしかして。あと、普通の。あ、ダッシュ A は、ダッシュ A、これ蹴りだ。蹴り多いな。結構蹴り多いな。で、手でしょ？上へ結構好きだな。で、下へ蹴り。これなんかメテオとか後々できるようになるのかな。これさ、友達も結構やってるからさ、いろんな要素がある。あ、バンダイ、バンダム、ニンテンドー、ソラー。あ、なんだこれ。移動早い。今気づいた、移動早い。 97.76%、 分かんない。終わったのかな。何、誰、君誰。
君誰影じゃわかんない。ファルコだ、わかるぞ。さすがの俺でもファルコはわかるぞ。なるほど、なるほどな、ファルコね、了解。あ、こいつ強くない、なんかファルコ強くない、普通に強いんだけど。ウェイウェイウェイ、はい、ファルコのあれだよね、なんかフォックスと同じ感じでは似てるよね、結構。はいはいはい、やべ、ちょ待って、黙っていい、これ黙っていい、勝ちたい、これ勝ちたい、挑戦者勝ちたい。ダッシュ A、ダッシュ A 強そうなんだよな、普通に。あ、ジャンプ中にな、あ、これなんなのね、このジャンプ終わった後のさ、このふわーんってやつ、これ無敵時間みたいな感じ。なにこれ、なにこれ、来んな来んな、セクシー Z やめろ、セクシー Z やめろ。危ない危ない危ない、おお、いいね、ダッシュ A、 上へ、勝った、よーし。ちょっと挑戦者が強くなってんだね。初めてにしてはまあ普通にリザードン使えんな。これあれなんかレベル6、5、いやレベル4ぐらい。ファルコさんきた、ありがとうございます。俺結構ファルコ君好きだよ。まあフォックスの方が結構使ってるけど、シンプル初めてくれました。はい、あ、終わった、終わった、楽しい。ちょっと待って、このスマブラやばい。これ今さ、こっちの YouTube の方さ、妖怪ウォッチとスマブラをやっていこう、でマリオカーをたまにやってで、交互に上げていこう、暇な時に。これ撮りやすいんだよ、スマブラの動画撮りやすい、シンプルだ、シンプルに撮りやすい、このシンプルとかけてみました。うるさいね。じゃあ終わりですじゃあね。なんか友達との動画とかも撮るし、普通にシンプルもやるし、大乱闘もやるし、ネット対戦も全部やります。さよなら。どうもどうも、今みんなの画面には黒い猫とかがいる、すげえ手抜きの何かが映ってると思うんだけど、説明します。単刀直入に言うと、チャンネル登録を良ければしてほしいんだよね。まずパソコンの人、パソコンの人はこの画面上部のチャンネル登録はここをクリックじゃーっていう、あまり面白くない分あまり面白くない分、ここから飛べばね、登録できるかと思います。次、スマホの人、スマホの人は、動画説明文のチャンネル登録ヨロップ、もうこれに至ってはつまらないこれに至ってもつまらない分なんだけど、そのね、矢印の横にある URL、 そっから飛んでもらえればチャンネル登録ができるかと思います。それではチャンネル登録していただければ、俺の肘とかもな肘が治る気がするんで、別に怪我してないんだけど肘治るんで、よろしくお願いします。